アプローチの失敗、はい、あまりアビコン以外のことをやるとこうなるこれ誰でもそうですからねこれこれ普通ですよこれがアプローチ渋子さんですけどこれはうーんとか言っちゃってるけどいや僕は打ってもこうでしょうね、うん、おそらくあの芝では。 もうちょっと深くて偶然会うこともあるかもしれないけど。うんうじゃなくて誰が打ってもこのぐらいなんです。あまりア,アビコ以外のことをやればね。うん、だからそれはわかんないもんだってグリーンの面がどういうあれか硬さとかその辺にってこれが雨が降ってたり晴れて全然違いますからね。いいですか？ だからもう動物的な勘でやってたのが今までのゴルフそうじゃなくて技術でやるのがマリンゴルフということなんですよでこれはあの誰がやってもこうでじゃあんなことないよっていう人がいるのねテレビで見すぎでねでテレビの見すぎなのあのねで何がテレビの見すぎかっていうと皆さんはそのプロがいいショットするのをテレビで見た だと思うんだけどこれね編集してんのよ、ね、あのあ、これもらうはいこれダメっつってでいいのだけ撮ってあのまぐれで寄ったのだけ放送してうわプロってうまいんだなーってみんなが思わされちゃってるだけなの。で本当はあのオーバーしたパターンを必死で入れてなんとかしてるのがあの実態だったのね今までの。 みんな失敗だから私なんかはその編集見てて立ち会ってね、うん、編集する人たちがみんなあのゴルフの私の先生だったり弟子だったりしてたからねだからそれでその失敗すあのしてるのをカットで捨てるのを見るともうひどい惨憺たる下手くそだな日本のこのツアープロってあいけないちっちゃそ,そうなっちゃうわけよ。だから あのこういうことはやらないであまりやびこだけやればいいのって渋野さんも気がついてあまりやびこ以外はやらないのこうやって遊んでんのねこれこれあのほら男子の,あの下手くそプロにいろいろ教わってからこうやってみたんだけどうまくいかないのがやっぱりダメじゃんってそれ教わったってなんだって芝がね彼らでタラめなんだから日本の。の 渋子さんもあ,のあいつら下手なんだなほんとはっていうの気がついたと思うんですよでだからマリアビク以外もやらないで勝ってる <laughs> 頑張ってねはいはいどうも <laughs> 面白いね